見つめる彼の目に何が見える？彼は何も見ていない。ただ空のグラスに彼の目は注がれているだけ。20階ホテルのバー、ぽっかりと開いた彼の心の空洞を空のグラスに重ねているだけ。ランプの炎が揺れている。確かに揺れている。窓の外には街の火が、彼には揺れる炎しか見えない。揺れる炎に見ているのは彼の揺れる心だろう。何があったのだ。見ろ、炎の向こうの街の明かりを、無限に広がる街の明かりを。それはお前の希望の火だ。身を投げ出せ、希望の火の中へ。希望の火もお前に掴まれる日を待っている。そこにお前の明かりを灯すのだ。